皆様おはようございます。ガッツァンシネマーズであります。元祖ガッツァンムービーズであります。おはようございます。皆様は岡江久美子さんをご存知ですか？この方は花丸マーケットという早朝のニュース番組によく出てたアナウンサーでもあり女優でもあります。今から3年前の2020年の4月23日に新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなられました。しかもこの日は僕の誕生日の2日後に亡くなって、これを耳にした途端開いた口が塞がりませんでした。これで翌日の24日から岡江久美子さんの息子を名乗る悪質を超える YouTuber がウイルスのごとく繁殖したかのように増加して、多くの視聴者が不安やストレス、果ては不眠症に陥ってしまうこともありました。ツイッターでもお伝えしたように、生まれた時から嫌がらせやいじめ、あとはスパムも誹謗中傷も大嫌いです。同じ人間でありながら悲しくて仕方がありません。 YouTube は決しておもちゃではなく公共の場でありました。いや、公共の場であります。皆様がシェアをし合ったり楽しませたり笑わせたりするものです。以上となります。ガッツァンシネマーズからのお知らせをいたしました。ではまた会いましょう。